12月21日ストーブリーグまとめ。ロッテポランコ残留。ロッテのグレゴリー・ポランコ外野手が来季残留に向け契約に基本合意したことが21日分かった。近日中に発表される。巨人から今季ロッテに入団し125試合に出場。パンチ力のある打撃でレギュラーシーズンではリーグトップタイとなる26本塁打75打点をマークし、球団では1986年の落合博満以来37年ぶりとなる本塁打王のタイトルを獲得。打順を固定できない日替わり打線の中でも後半戦からは4番に定着し、昨季まで打線を支えたレアード、マーチンらの穴を埋める以上の活躍でチームのシーズン2位に貢献した。松本球団本部長はシーズン終了後に、頑張ってくれた。来季の戦力として考えていると残留交渉を続けており、この日契約に基本合意。チームは14日に今季 DeNA でプレイした右の大砲外を獲得。ポランコも残留で左右の大砲が揃い、悲願のリーグ優勝へ強力打線が期待できそうだ。球団を通じて、私のことを信じ、素晴らしいオファーをくれたマリーンズの皆様に深く感謝します。ありがとうございました。来シーズン以降もマリーンズの一員としてプレイすることが非常に楽しみです。そして自分自身、日本一になるための準備はできていますし、その自信があります。2024年、リーグ優勝をして日本一になりましょう。パワーとコメントした。吉井正人監督58は、長打力が課題である中でポランコ選手が引き続き、マリーンズ打線にいることは本当に心強いです。来年もホームラン王を獲得するような打撃を見せてくれることを、大いに期待しています。パワーとコメントした。ポランコ残留きたー。ポラがはやっと折れたかというか、ロッテの期限までにどこからも声かからんかったオチかな。安田山口ピンチやな。ポランコ残留よかったわ。ちゃんと上積みっぽい補強できたオフになったね。下馬評高くなりそう。安は結局サードになりそうだけど、相手があの聖域だからよっぽどのことがないと、試合に出れんな。サードで見たら守備力互角で打力は安田大なり中村ちゃうか。フロント頑張った今回は素直に評価する。ポランコ残留はいいけど一軍確約与えるなよ。もちろんスタメンもな。左投手の時はベンチでいいよ。ポランコ楽天とか言ってたやつ奮起してそう。来季楽しみになってきた。ポランコは怪我でもない限りスタメン外さないだろうな。ずっと打率1割のままとかじゃない限りは、今年も不調はあったが我慢強く使い続けてホームランを取れたし、外も復活したら30本は打てるポテンシャルあるし、一気に打線熱くなったな。レアマーの時より超強力打線じゃん。ポラ外結成とは、これで安田に危機感出ればね、下手したら守備固め要因だろうな。かつての鈴木大地は安田入団で尻に火をつけられて、ファーストでキャリアハイ残したけど、安田が中村翔吾コンバートと上田入団で同じように発奮できるかだね。逆転も早く補強決まるといいな。よそごとながらちょっと心配になるあそこ。ポランコユニカウか、チケット挙手。ポランコ矢印残留、メルセデス矢印残留、ベルドも矢印コルデロ、カスティーヨ矢印フェルナンデス、ブロッソン矢印外、ちゃんと補強しててくさ、文句言ってすみませんでした。ありがとうございます。だからわしが言うたやないか、来年もロッテやでって。ソフトバンク柳町、500万円増の3400万円。ソフトバンクの柳町達る外野手が21日、ペイペイドーム内の球団事務所で契約公開交渉に臨み、今期から500万円アップとなる年俸3400万円金額は推定で契約を公開した。交渉の席では球団に仮眠室の導入を要望したことを明かした。プロ4年目の今季は自身最多となる116試合に出場。打率2割5分7厘、で本塁打34打点の成績を残した。近藤健介外野手が加入して競争が激化する中でキャリアハイの試合出場を果たし、1軍で試合に出られたっていうところと、怪我がなく離脱なく1年間を終えたっていうのはすごい良かったところと思いますと振り返った。そんなシーズンを戦う中で気になっていたのが睡眠環境だ。ホームゲームで試合前練習を終えると、試合開始までは2時間以上、時間が空く。食事を取ると選手たちは思い思いに時間を過ごし、仮眠を取る選手も多い。現在はロッカールームのリクライニングチェアをリクライニングさせて寝ているが、より良い休息が取れるようにという要望だった。シーズンは長いので、ちゃんとした場所があったらもっとスッキリできるかな、と要望しましたと柳町は言う。前日には東浜直投手も睡眠の重要性を訴えていた。アスリートにとって休息も大事な要素。柳町も同様の思いから、球団に要望をぶつけた格好だ。4年ぶりのリーグ優勝を目指すことになる来季。戦力の補強だけでなく、こうした選手のコンディションを向上させるような補強も、今のチームには求められているのかもしれない。柳町って外野しか守れない糸原やろ？評価がクソむずいタイプ、筋トレして増量できればな。柳町はもっと武器を増やさないと、レグラーダッシュは到底無理だろうね。出塁率しかない。柳町にはホームランよりも3割目指してほしいわ。ホームランに3本打つよりはるかに価値がある。柳町は今のソフトバンクにいると、センターやれないと居場所がないのがな。柳田が衰えたあたりにちょうど正木が出てくるだろうから、近藤と正木のレフトライトになるだろうしね。選手の方からあえて移籍したいから、プロテクトから外してくださいってお願いするケースってある？あるとしたら誰がそれやる？柳町。それで取られなかったらダサすぎるやん。西武は外野の層が薄いから、西武が山川の人的で取りに行くとすれば、三森よりは柳町になるだろうな。ソフトバンク牧原、2000万円増の1億円。かける3年の複数年。ソフトバンクの松原大成内野手が21日、ペイペイドーム内の球団事務所で契約公開交渉を行い、今期から2000万円アップの年俸1億円プラス出来高払いで3年契約を結んだ。松原大成は来季中に国内 FA 権を取得する見込みで、それを見越した上での複数年契約締結。年俸は変動制となる。金額は推定、2010年の育成ドラフト5巡目で入団した松原大成は今季、怪我のため辞退した鈴木誠也外野手に代わって野球日本代表侍ジャパンの一員として WBC に出場。レギュラーシーズンでは主に2塁、センターで91試合に出場し、打率2割5分9厘だった。
8月末のオリックス戦で支柱を受けて右脊骨を骨折して離脱。そのままシーズン中の復帰は叶わなかった。来季の国内 FA 権取得を見越しての球団からの複数年契約の打診に、FA を取って他の球団の意見を聞くのもありなのかなっていうのはありましたけど、年齢も年齢ですし、僕も福岡、一生福岡で野球がしたい気持ちが強かったので、お話をいただいて福岡で終わろう、と思って契約させてもらいました、と思いを明かした牧原大成。地元での生涯福岡を貫く覚悟を示した。牧原は3年契約にサインか。さすが牧原様、人間性も野球の技量も素晴らしい。フレイフレイ牧原、頑張れ頑張れ牧原。牧原残ってくれたのは大きいわ。どこでも守れるのは最強やわ。回答は違うな。牧原のホークス愛、牧原は内野も外野も守れるから勝ちは人材。スタメンとしてよりも控えの便利屋として複数年で勝っておくのは正解。牧原内野守れるって、せめて明石くらいの守備力で言ってくれよ。牧原は FA なしかしランク出し人気でそうなのに、ホークス一筋宣言で本田のように引退後のコーチの座もがっちり確保できてよかったね。牧原様、来季は怪我に気をつけて、ホークス優勝のために頑張って、応援してるぜ。ソフトバンク界現状維持の2億1000万円。ソフトバンクの開拓や保守31が21日、ベイベイドーム内の球団事務所で契約公開交渉に臨み、単年契約となる、現状維持の年俸2億1000万円でサインした。来季順調に行けば国内 FA フリーエージェント権を取得条件を満たす見込み。金額は推定、球団側からは複数年契約の打診もあったが、FA 同行ではなく、1年勝負していくことに変わりはないと単年契約を自ら希望した。今季は139試合に出場し、打率2割2厘、10本塁打、44打点をマーク。3月の WBC の日本代表にも選出され、世界一に貢献した。会話、シーズンは当然納得いくようなものでもないし、もっともっと自分はやれるんだと思ってやっていきたいと今季を振り返った。14年目を迎える来季に向け、正捕手は、優勝しかないと思いますし、このチームは勝たないといけないと意気込んだ。解散年ってマジかよ、来年でさよならやん。解マジで行方で楽なチーム一層、来年解が出ていくことを想定して保守一定していく必要あるな。出ていかれて慌てるようなら、それまで何をやっていたかということになる。ああ、残念は解からの要求か。しかし FA したとして、解の打撃成績で、ホークス以上に高い年俸出すとこあるのかね。それこそ巨人は守備型の星欲しがってるし、隣の芝生はなんとやら、で取りに来る可能性はある。大城という球界ナンバーワン星が来るであろうことは大きい。大城は九州男児でしたい。梅野の時もそれ言ってたな。大城は間違いなく残留だよ。前からすれば3億以上の複数年欲しいんやろな。あの今宮さんだってもらえてるし、むしろこの成績で2億なんだから来季が散れば3億以上いくって狙いなんやろ。かえって若月より FA 取得遅いのか。何回外回の方が早くから試合出てるイメージだった。来年回の後がま育つ可能性はどんぐらい。回が春に大怪我でもしない限りはゼロ。国語初年度で山川獲得して B クラスになんてなったらとんでもない罰信部になるから、他の使うようなギャンブルするわけがない。育つどころか基本的に起用がない。ホークスファンが叩きまくってたら本当に出ていきそうです。出ていったらホークス終わるんじゃない。リードでファン OB から死ぬほど叩かれてる印象しかない。困ったらアウトローの鉄則守りすぎて読まれてる感はあるよな。会はそやか大評価だけど、壁と肩に絶対的安心感あって、打撃も環境考えたら最低限はあるんだし、出したらあかんやろ。会がもっと打ててフレーミングまで上手かったら、それ谷繁以上だろ。ぶっちゃけリードの引き出しが少ないのはそうだけど、打たれるのは先発中継ぎがしょぼいせいだよな。ずっと出てるから体に負担相当かかってそうやしな。衰えがいつ来るのかわからんし、一刻も早く次の星を育てたい。会はわかりやすい強いボールある投手がいた。ちょっと前の高ならよかったけど、今やとひたすら四苦八苦しとるしな。リードで結局外外要求してまうし、そもそも投手陣のコントロールが問題ありすぎるけど、打っててもリード批判されるやろ。大城木下梅のみんなリードクソ。使えと買われとファンからも OB からも言われてたぞ。でもほぼほぼ2桁ホームラン打ちつつ、キャノン持ってて、ノーコン投手でも安心して使えるキーパー力抜群補修。12球団にどんくらいおるんって聞かれると何も言えねえ。西武中村優太誕生。現役ドラフトで広島から西武へ移籍した中村優太投手が21日、所沢市内の球団事務所で入団会見を行った。先発経験が豊富ながら、今季はリリーフを務めた中村優は、結果を出すことで恩返しになると思っているので、しっかりいい準備をしてキャンプに合わせられたら、投げる体力には自信があるので、先発でも中継ぎでも、やれるというのはあると思うと意気込んだ。東京生まれで、関東第一から13年ドラフト5位で広島に入団。西武との縁を聞かれ、小学校6年生の時に球場に招待してもらったことがあって、ベンチに入れてもらって、その時カブレラもいたんですけど、リーダー劇とかしていてその印象もありますし、中学校の時に球場で試合をしたこともあるので、何かすごい縁を感じる球団でもありますし、すごい嬉しいですと思い出を語った。渡辺 GM は、今年はリリーフやってたみたいですけど、先発経験もありますし、長いイニングも放れるというところで、ロングリリーフとか、ちょっと長いイニングを放れるリリーバーとか手薄な部分ありますから、そういう部分が、現実的には1軍の確率は上がるんじゃないかなという感じでは見てますと期待していた。中村優爽やかイケメンやな。なぜ西武の選手は山賊のような見た目に育つんや。西武の P だって、森脇とか旗みたいな爽やかイケメンはおるぞ。ロン毛部から目をそらす。中村優は東京出身らしいからね。広島自体荒い人が多いらしいし、ファームはさらにど田舎にあるらしいけど、広島の県民性に染まらなかったんだな。今中村優のインタビュー見たけどすごくしっかりしてるな。活躍してほしいな。中村優太は入団した翌年に笹岡がコーチに就任したのが運の尽きだったな。ストレートはマジカル系で使えそうなんだけど、変化球がなさそうなのよな。広島ファンも言ってた。中村優にとっては地元近くに帰ってきた感じなんだな。交流戦で打席に立つ姿を楽しみにしてるで。西武宮川とヤクルト元山交換トレード。西武は21日宮川哲投手28とヤクルト元山飛龍内野手25のトレードが合意に達したと発表した。元山は
この度、埼玉西武ライオンズに移籍することが決まりました。スワローズの3年間、多くの方々に支えていただき本当に感謝しています。そして、ファンの皆様の応援がすごく心強かったですとコメント。宮川は、チャンスだと思っていますし、それを生かすことができるのは自分だと思うのでやってやろうという気持ちです。チームメイトとの思い出が一番多く、普段は騒ぎながらも締めるところは締める、そんなブルペン陣が好きですし、寂しい気持ちです。4年間でしたが良い時もそうでない時も、応援していただいてありがとうございましたと感謝した。元山は21年には97試合に出場して打率2割5分5厘。今季は22試合で打率1割7分9厘と低調だったが、西武が手薄な内野手でまだ25歳。遊撃を中心に守備力も高い。宮川は19年ドラフト1位で入団した右腕で、20年に49試合、22年は45試合に登板。ヤクルトはブルペンを含めて投手力に課題があり、両球団の思惑が合致した。急に来たな、鉄と元山ってどう考えても釣り合いやろ。現在いるのに元山欲しがるんか、西武には解消と必要か、ドラ1出すんか西武。さすがに役の価値や、鉄エーテニャンケ、サード守備ができるやつが欲しいのか、元山に可能性一切感じないけど、宮川復活の方が期待できる。長岡定着した竹岡、他若手も控えてるから出番ないわな。元山今年いけるかなと思ったら怪我でな。田村来て今度こそ居場所なくなったか。平沼、山村を外野に回すからショート補充か。元山は打てない糸原みたいなもん。宮川ってやつ去年の成績ええやんって一瞬思ったけど、指標見たら言うほど良くなかった。打撃と守備がちょっと苦手で足は速くないのが元山の課題や。この二人が幻のゲンドラの二人目かと勘ぐってしまう。元山も西浦も消えるとは。トレードとしてはまあまあ大型やん。おそらく現役ドラフトのリストに載ってて、トレードを持ちかけやすかったんだろうな。青山や坊も先発挑戦やし、宮川に席はないと判断したか。宮川は勝ちパターンは荷が重いけど、普通の中継ぎならそこそこできる。綺麗な安楽みたいなもんだと思えば良い。宮川加入でヤクルト鉄三かぶりしちゃうやん。元山は大学時代のプレー見るとちょっとワクワクする。でもワクワクするだけ。阪神青柳3000万円減の2億1000万円。阪神青柳工業投手30が21日、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約公開交渉に臨み、3000万円ダウンの2億1000万円でサインした。金額は推定、開幕を任せてもらえたり、最後、日本シリーズで投げさせてもらえたり、いろんな経験ができた1年ではあったが、僕自身チームの期待に応えることができなかった。さっきの投手三冠が、苦戦した。今季は開幕投手を務めながらも計18試合の登板で8勝6敗、防御率 4.57 に終わった。それでも3勝3敗で迎えたオリックスとの日本シリーズ第7戦では先発を務め、4回3分の2を無失点に抑える好投。最後にエースとしての意地も見せた。来季へ向けて、来年これが続いてしまったら、このまま落ちる一方だと思う。もう一踏ん張り、また上がっていけるように。来年しっかり結果を出して、いい調子で連覇に向けてできたら、と意気込んだ。2ヶ月後に軍クラッシュした成果ね。上限はともかく金額だけ見たら妥当かな。三冠王やしな、そら査定も難しくなる。期待の裏返しや、2億ちょうどかなと思ってたわ。仮に優勝せなんだら2億割り込んだんちゃうか。8勝はしてるのによく3000万円減飲んだね。8勝言うてもそのうち5勝がベーやからな。エースとしたら物足りん。この打勢時代に防御率 4.5 じゃな。イニングもなんとか100いった程度だし。まあ5000万減でいいところだが、日本一ボーナスが入ってのとこやな。最終戦はノイジーに持ってかれたが、青柳もよく投げた。岡田がかなり気を使って、勝てるようなところを選んで投げさせたから8勝できたのは、青柳が一番わかってるだろうしな。日本シリーズボーナスも込みで2億1000万円。今年唯一の2桁失点も唯一の満塁被弾も青柳先発の時なんだよな。規定投球回も未踏だし、減俸はしゃあないやろ。もちろんジストレで村上確定。最後の最後で一番の好投は評価したい。あと地味に横浜相手に5勝は大きい。でも青柳は一番大事な最後で好投してくれたから、それは良かった。阪神湯浅、現状維持の4700万円。阪神湯浅月投手24が21日、西宮市内の球団事務所で契約公開交渉に臨み、4700万円の現状維持でサインした。金額は推定。昨季は59試合に登板してブレイクしたが、5年目の今季は15試合に減少。金額は下がると思っていた。ありがたいと率直な心境を明かした。WBC 日本代表にも選ばれたが、シーズン中は左脇腹の筋挫傷などでの離脱で苦しんだ。オリックスとの日本シリーズ第4戦で復活し、同点の8回に C1 3塁で登板。1球で引き消しに成功し、湯浅の1球と称された。ただ、シーズンの登板数から見ると物足りない数字。正直あまり力になれなかった。もっとチームに貢献したかったと唇を噛んだ。オフは優勝旅行も辞退し、渡米してトレーニングに励むなど来季に向けてすでに始動。今年の WBC もシーズンも無駄にしないように、来年以降につなげたいと決意した。島村球団本部長は湯浅の現状維持について、WBC に参加した影響も考慮したのかという問いに、総合的判断です。WBC というよりも総合的な判断をさせていただいた、と説明。日本シリーズで球場の雰囲気を変えた、とか、あれは査定には入ってないんですけど、当然それも含めて、1年間トータルで総合的、そういうところで判断しました、と語った。残り未公開は湯浅だけか？湯浅クローザーの意味も込めて最後やな。まともに投げてないのに、現状維持とか阪神は優しいわな。怪我は WBC 交渉扱いだろうな。その代わりに来年湯浅は活躍できなかったら、容赦なく減俸だろうけどな。どんも湯浅は WBC やったからしゃあない言ってたから予想通り、湯浅みたいに考慮してくれると代表も行きやすいな。たくさん派遣されるのは勘弁だが、度重なるセーブ失敗を WBC やったからで片付けられたら、それはそれでもやもやする。湯浅が嫌いなわけじゃないし、来季も頑張ってほしいが、WBC 組には年俸配慮するようにという話やったからな。日本一になった球団の責務として、湯浅は下げんかったということやろな。湯浅はセーブしてたしええやろ。打ち込まれて防御率は悪いけど貢献した試合数はそこそこ。青柳、湯浅おかしくないっすかね。二人とも復活してほしいわね。湯浅は優勝してくれたチームメイトに感謝やね。巨人秋広、
来季の目標はバント成功率 100%。 巨人の秋広優斗内野手21が来季のバント成功率 100% を誓った。一軍本格デビューとなった今季は犠打にだった秋広だが、バント失敗やバント2球失敗からの凡退なども散見されたこともあり、バントは成功率もあまり良くなかった。バントができる門脇さんや大城匠さんのような選手が勝つために絶対必要になると難しさと大事さを課題として痛感。来季目指す数字としてそれ以外にない。そこは目指して、バントは難しいけどヒットよりは可能性はあると思うので、より確率を上げられるようにやっていきたいと成功率 100% を目標に掲げた阿部監督が、右打ちやバントができないと一軍に置けないとチーム方針を明言しており、レギュラー定着にはバント、進塁打は必須。秋広もそういうことも実力だと思うので、全てにおいてレベルアップしたいと気を引き締めた。2メートルの選手にバントさせるの？何の意味があんの？阿部がガチで右打ちバントができないと一軍に置けないって言ってるやん。なんで秋広にバント求めるんだよ阿部は。すごいな、若手スラッガーにバント練習させるのか。勝つためならあながち間違いじゃないだろ。秋広のためにはならんが、確実性が低いからまあわかるけど、完成形というか最終形態を考えてないって取られるよね。こいついつもバントの話してんな。隙あらば右打ちバント。スモールベースボールに取り憑かれたチーム。まあこういう小技も必要な時はあるで。秋広よ、文句があるならYの数字を超えていけ。秋広にバントさせるとかゲージやろ。左で甲子園のライトにぶち込めるパワーある若手なんてそうおらんのに。解説原の巨人戦見るの楽しみだわ。岡本にもバントさせるんか。本当にバントしまくるならともかく要所だけやろ。さすがに大城バントの犯人判明したのほんまくさ。相対的にどんでんの名称度が上がる仕組みや。せっかく原さんが心を入れ替えて投打とも若手を育ててきたのに、リスクさせる方向に進んだらダメだろと。シーズン始まる前にもう原の再評価路線ぐんぐん乗っててくさ。早すぎだろ。中田ウォーカーブリンソン放出した全ての理由が詰まっててくさ。巨人大砲卵焼き。バントに右打ちにと作戦立案に熱心やけど、その作戦を華麗に決められるチームってそもそも調子良いんだよ。右打ちなんてその典型だよな。勘違いされてるが、秋広は本来は打率が高めなタイプで、足と守備を引いた岡林と思ってくれたらいい。方向性としては悪くないよ。阪神の真似かと思って一応成績にできたけど、森下大山佐藤にはバントさせてなかったわ。バント練習させると強打が打てなくなるとか、強い打球が打てなくなるとか、そういうわけじゃないんだから別にええやろ。秋広が20本でも打つ時は来るのだろうか。鈴木貴則とか松戸宮崎にもバント練習させてたから、気にしなくていいぞ。あれでしょ、バントの練習することによってボールをよく見れるようになるみたいな。ポスティングでの米大リーグ挑戦が続出に球界 OB が疑問。今後も将来的な MLB 移籍を志願したとされる選手が多数現れている。西武高橋光成投手、ヤクルト高橋奎二投手、ソフトバンク大関智久投手、広島森下雅人投手、ロッテ佐々木朗希投手。すでにヤクルト村上宗隆内野手は球団から2025年オフのポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦を容認されているが、阪神 OB の中田義弘氏は契約更改交渉後などに憧れを口にする選手の多さに疑問を感じている。なんか勘違いしてるんじゃないかなというのが一番。権利を持ってないのなら山本由伸のように日本でダントツの成績を残さないと。この選手ならメジャーで通用するんじゃないか、メジャーで見てみたいなとファンに心よく送り出してもらえるようにならないとねと持論を展開した。続けて大谷や山本由伸の契約に関する報道などを見てると、日本とは比べ物にならない金額だし、個人事業主であるプロ野球選手としてそこに魅力を感じたり、もともと憧れていた舞台に挑戦したい気持ちを表すのは不思議ではないけど、筋が違うかなという印象だねと口にした。かつて阪神井川圭投手がポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦を希望した際、中日落合博満監督は、希望はあくまで個人の希望、 FA 権を持ってないのにメジャーに行きたいというのなら、まずは契約金を返してから言えっていう話だと思うよと持論を展開していた。中田義弘って誰だよ。マイクじゃない方の中田。85年の日本一の時の阪神のエース格だよ。和製トラボルタって言われてた。トラボルタって誰だよ。ポスティングしたら球団に大金が入るんだから、契約金なんて送りつけて返せるのでは。それ大金で契約できた場合だろ。通算で20勝とかしかしてないやつがポスティング利用したって、そんな大金で契約できるわけないじゃん。むしろ何年働かないとステップアップできないがおかしくね。人権侵害ではドラフトの運で人生左右されすぎるのがな。もうこれからは契約金をなくしたらいい。よりレベルの高いところでプレイしたいより、高い年俸もらいたいは選手にとって正常な考え方だしな。でもリーグのレベルの維持を考えたら、もっと厳格なルールはあっていいと思うね。大学出て海外 FA じゃピークすぎてるもんな。メジャー側のルールだけど、25歳ルールは日本プロ野球にとっても空洞化を防ぐ役目を果たしてると思うけどね。このルールがなかったら山本はもっと早く MLB 行ってたでしょ。本気で言った結局でいけいだけの話だし、 NPB は要請一環じゃないわ。ポスティングってのはあくまで行為であって、権利でもなんでもない。希望を言うのは自由だろ。違約金払いは正論。ポスティングは希望は自由だが、球団が断ればいいだけ。千賀が愚痴のように言ってたけど、タイトルを何個取ったら何年目でポスティングを認めるとか、12球団統一のルールを作るべきだよ。そうしないと入団した球団によっては数十億円を稼ぎ損ねることになる。金が違いすぎる。年収10倍だもん。サラリーマンでも同じ仕事で400万が4000万になったら3年で首でも行くよ。山本のポスティング金額は60億円と言われてる。ここまでいかずとも数十億が入ってくると考えると球団も考えるだろう。これを決めるのは本人と球団だし、外野がどうこういうことではないな。安西先生を思い出す言い方だな。ベースボールの国アメリカの空気を吸うだけで僕はもっと打てると思っているんだろ。きっとドライチレベルの選手も直接向こうに行くようになるだろうな。成功した時の収入が桁違いだもの。ポスティングするなら NPB には二度と復帰できないようにしろ。そのくらいの覚悟があるなら行けばいい。メジャー行って全く活躍できなくても日本に帰ってくるとなぜか箔がつくんだから、そりゃ早いうちに夢のメジャーへ行きたいよな。失敗してもノーリスクなんだもん。報酬が桁違いなんだから挑戦しないやつがむしろアホ。村上はメジャーに行かない方がいいような気がする。職業選択の自由、実力なんて関係ないです。 OB からすれば歯ぎしりだろうけど我慢ですね。笑顔を例えに出されると偶の根も出ない。希望するのも希望表明するのも自由、認めないのも自由。
最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。